ゃですよ、おもちちゃん。おはよう、おはよう。起きた？おちゃん起きた？おはよう。あ、アスペラー、チベラだよ。おもちだよ、おもちだよ、あたちおもちだよ、あたちおもちなの。はーい。ということで、朝です。おはようございます、おもちちゃん。いい匂いやな。いい匂い。はい、ということで、朝です。起きて、顔だけサクッと洗って、トイレに行って、今です。今日はみんな大好き。春休みの一日密着。このチャンネルで一日密着の動画は何回か今までね出してるんですけど、ちょっと今回ね、いつもとパターンをねちょっとだけ変えてみたいなと思いまして、いつもは一日密着の動画を1本で出しとるんよね。そやけど今回前半と後半に分けて実験的お試しをねしたいなと思います。なんでかって言ったら、いつも1本で出す時ってこれやっぱさ1日密着やから、もうほんと起きた時からちょい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 こうよしょよしょで撮ってって寝るまで、まあ結構長い時間要は撮影をしとるわけで、そのめっちゃ長い時間をもうほんまによしょよしょよしょに編集してった上で頑張って大体1時間くらいの動画になる、言うたら長尺の動画になってしまうわけよ。で1時間ぐらいの長尺の方が親戚の皆様は見やすいのか、前半と後半っていう感じに分けた方が見やすいのかどうかっていうのをちょっとね今回実験的な感じでやってみたいなって思うので、今回のメルチのこのちょっと実験にねお付き合いをくださいまし、見終わった後いつもみたいに一本の方が見やすいよなのか、後半でいいか、一本の方が見やすいよっていうのか、前半後半に分けてもらった方がいいよなのか、コメントで教えていただければ幸いでございます。眠たいよ。昨日は別不眠症ないけどさ、ちょっと寝たとか寝つけたのが遅くて、でもまだ眠たいの。ゆうたん受験生になってくるとさ、春休みもやっぱ春季講習とかちょっとお塾の方がお忙しくて、ゆうちゃんはあんま今日映らへんかも、今日春季講習からの塾やからな。ということでジメロファミリーの一日密着スタート。ちょっとあたちょっとあたちょっとあたちちゃうよ、イエイエイ。ちゃん、まだ起きへんの？ひめちゃん、ひめちゃん、まだ起きへんの？ゆーちゃん、ゆーちゃん、ゆーちゃん、イケメンリュウちゃん。朝から絶好調やな。うん。朝ですよ。うん。イケメン。うん。イケメン。うん。かわいい。うん。天使2号。うん。まだ起きへんの？うん。なっとったよ、ガンダムのアラームが。ママ起きたよ。
肺が飛んどんの。おやすみ。うん。とりあえずハムが現状確認したらやっぱりゆうちゃんもひめちゃんもまだ夢の中やったからね。満足した。おもちゃん、もうちょっと満足したの？な、それはママなんて言ってるかわかるよ。もう私、ちょっと満足したから、お家入って牛乳飲みたいな。やろ？お家入って牛乳飲む？そうな。牛乳飲むの。もういいの、おしゃた。お家入ろうかじゃ。行こうか。おいでおいで、なんかしたるね、おいで。よいしょ。おもちゃん、牛乳様来たわよ。はい、おもちゃん、お座りして。はい、お座りして。はい、びっくりしたいな、お座りだ。はい、どうぞ。おいしい。はぁ、ランニングアートの牛乳は最高だぜ。はい、じゃあちょっとメルチの朝ごはんを作っていきたいと思いますが、ちょっとだけダイエット中なんで、レタスとトマトのねサラダをねよく食べてるんですが、これめっちゃ美味しいって多分ひびちゃんの卒業式の GLWM かなんかで言ったと思うんやけど、それのレシピはグレコが、まあ、約4000ぐらいねあるやつなんやけど、これが超簡単やし超美味しくって、すごいおすすめのレシピ。トマトを粗みじん切りして、まず粗みじん切りやから超適当。粗みじん切りしたトマトに塩1/2、胡椒少々、酢が2/3。でこの酢の倍量の1/4を入れる。オリーブオイルね、これで。ちょっと酸っぱいのが苦手な人は5ぐらい入れてもいいかな。そしてこれを混ぜる。でこれでなんかトマトのドレッシングみたいなのが出来上がるんで、これにまあメロチはレタス半分ぐらいで、家族みんなに出すとき、夕ご飯とかに出すときは1玉ぐらい、自分1人が食べるときはまあ半玉分ぐらいかな。
確かレシピには手でちぎってみたいな書いてあったはずやけど、メロチは面倒くさがりなんで切っちゃう。でも炊きた場合によってはちぎる時もある。なので縦にみじん切りしといて、あとはこう水分切りながらねちぎる時もある。なんかレタスって手でちぎった方がなんかいいみたいなこと言うの。メロチは結構ドレッシングとなんかしっかり絡んどる方が好きやから、レタスは割と細かくしたい派。これをさっきのドレッシングと混ぜると。本来だったら MOJ さんのレシピはこれで完成みたいな感じなんだけど、メロチはなんかダイエットと言いつつ生ハムが好きなんで、生ハムちゃんをね小さいサイズに切ってこれも入れちゃう。しっかり 100% な感じで受け取らといて、メルチのダイエットって本当に当てにならんから、うん今ダイエット中って言いながらお菓子も食べるしうん今ダイエット中って言いながらご飯も普通に食べるし、そんな感じのダイエットそれってダイエットなのかな。はい、こんな感じで、これがメルチの朝ごはん。いや割とねこんだけ食えばまあまあ腹もね膨れるんよ。でも絶対トマトとさレタスとまあ生ハムぐらいからそんなにカロリー高くないやろうっていうだけで勝手にこれ朝ごはんにしとる感じ。そして今日はりゅうちゃんがねもう昼から夜まで塾なんで、りゅうちゃんのお弁当をね後で作らんとあかんからご飯だけ先に炊いておこうかなっていう。目安は炊きたてご飯が好きやから、例えばあのお昼にご飯食べるっていうかお弁当とか、まあ、そういう時で、でも夜もご飯食べるっていう時は一回一回ね、ご飯を炊くの。めんどくさいけど、でも一回で昼に炊いちゃったらいいやんって思うかもしれんけど、めっちゃ炊きたてご飯が好きなの。よし。あれ、おまけんなじゃないよ。なんか本当はさ、スッキリを見ながら、うん、これを食べるっていうのがね、ルーティンなの。あれどうする？すっきり終わってしまうんやろ。めっちゃさ、結構さ、加藤浩次さんが好きなの。ああいうなんていうの、自分が思うがままに発言ができる人って。まあそれはテレビやからある程度考えとると思うけど、加藤浩次さんとか高嶋ちさ子さんとか、ああいうズバズバ系が好き。だから朝からさ、すっきりが見れへんくなるのがめっちゃ辛い。めっちゃ美味しいこのサラダ。本当にこのサラダ考えた MOJ さん天才。めっちゃ結構酸っぱいもの好きな朝の、酢の物とかさ、なんちゃらの甘酢なんちゃらみたいな、 あとしょっぱいもんな、酸っぱいもんとしょっぱいもんが好き。でも甘いもんも好き、苦手やけどちょっと辛いもんも好き。結論食べるの大好きやてかさ、ダイエットに関してさ、今から理想論を語るんやけど、めっちゃさ無理してさ骸骨かよっていうぐらいさ本当にガリッガリを目指して頑張ってる子おるやん。まれに本当にね、あのね食事ってユータが人生80歳としてさ1日3回食べると考えて、3回も毎日食べへんけど、これでも回数決まってるわけやん。そんな中でこんなさ美味しいさ食事が食べれへんなんて、食べれへんっていうかそれをさ制限するなんてさ、メロチはすごいもったいないと思うし、メロチもめっちゃ痩せとった時代はあったんやけど、36キロぐらいの時はあったけど、その時に気づいた、メロチって理想のスタイルっていうのは服が綺麗に着れる体型がメロチの思う理想のスタイルなわけない。やから細すぎても服が綺麗に着れやん。結構痩せてきたりするその36キロ時代ってなってくると、本当なんか見えへんけどここの骨がゴボって見えたりとか、この辺とかも骨がゴボって見えたりとかして、服着とっても貧相に見えるんな。メロチはそこで痩せすぎも服が可愛く着れへん、綺麗に着れへんって思って
ちょっと体重を増やそうとして、自分の中の理想体重っていうのは42キロぐらいなの。身長156センチなんやけど、まあ今はねちょっとそれを優に越しちゃってだいぶねブクブクしてきてしまったんやけど、それでもそのそこまで無理して食事制限とかして頑張って痩せる必要は目打ちはないと思うよ。やっぱりね適度にお肉がついてるぐらいがお洋服も綺麗に着れるし、これはこれはメルチョリゾーロやかな、そこまでガリッガリに痩せる必要はないと思うよ。メルチョはね程よいねスタイルでいいと思うから、メルチョ鈴木さんは無理してダイエットしないように。ただメルチョはちょっと太りすぎてお洋服が綺麗に着れなくなってきたんで、ちょっとだけ戻そうとしてるだけ。完食。おちびちゃんが起きとるじゃん。起きとんの、うん、バブちゃん起きとんの、うん、あーかわいいね、うん、何時に起きたの。さっき起きたの、うん、そうなの。お、あ、メロンマヒメロだよ。はーい。姫は今日は春季講習もないんか。うん、終わったんか昨日で、うん、昨日でも今日は塾だけ。うん、OK。やめてそのダメやめてよ。と思った。すごいなんか昭和のヤンキーって感じする。お前舐めてんのよよら。何言いに来てんだ。あミンチ切っとるな。じゅうちゃん、はい。もうちょっとしたらご飯作るわ。辛め。違う。辛め。違う。辛め。違うよ。辛めんじゃな。辛め。違う。今日はりゅうちゃんあれやな、一日塾漬けの日やな。嬉しいな、大好きな勉強がいっぱいできて。じゃあ辛めや、せめて辛めよく言いたい。え、マジで言っとる。うん、うん、辛めん。おいしい。はい、ではではりゅうちゃんのねお弁当を作っていこうと思います。ちょっとあの後ろでもいいっていう音がねうるさいのお気になさず、ちょっとご飯を炊いとる音。りゅうちゃんのお弁当箱はねサーモス。あれそれつって動画でりゅうの弁当作ったことあったっけ。作ったことない気がするからちょっと言わせて、あのさめっちゃサーモス好きなの。弁当箱とか水筒とかはなんかサーモスがいいんだけど、このさサーモスのさこのお弁当箱りゅうちゃんにって買ったのはさ、あの保温のさあれがこれがねついてるからそれがいいなって思ってこれに釣られて買ったんだけど、たださちょっと文句を言うとしたら、あれすっごいおかずがやりにくくって、一個一個がさすごいさちっちゃくて深いの。まあ入れにくいおかず。ぷーちゃんのやつはまあ割と詰めやすいんだけど、あれはあのあったかい機能がついてないから、あれはぶーちゃんよ。ぶーちゃんはあの会社に電子レンジがあるからさチンってしてるんだけど、りゅうは芯がないから。あのシャツが見えとんのは気にしなくて、ヒートデックが見えとんのはお気になさらず。なんかさ目をつさ水仕事してたら特に鼻水めっちゃ出てくるんだよね。そもそもさ花粉症関係なく料理作ってたりとかさ洗い物してたりとかさ仕事してる時すっごい鼻が出てくる。でプラス今花粉症じゃん。もうねご飯中の鼻粉もマジで必須なんだよね。まだ今耐えてるからいいけど、辛麺作るって言ってた。辛麺作るか。こういう時困んない？あの子供がさ2人以上いて食べたいものが違う時。まずはねメインとなる焼き鳥。何個入るかな。もう一個、もうちょっとちっちゃっけ。お弁当さ、いつから作り始めたらさ、なんかさ、結構時間かかるんだよね。1時間ぐらいかかるんだけど。やばくない？間に合うかな？出てくまでに。お弁当ってさ、何品ぐらい入れる？おかず。目のつさ、謎にさ、4品から5品、多いと6品ぐらい入れるんだよね。でも多分りゅうちゃんのお弁当箱は入んないから、4品、まあ入って5品かな。もうさ、今はさ、りゅうもさ、ひめもさ、給食だからいいけど、
か、りゅうちゃん高校生になったら、まああと1年後だわな。弁当って考えるとマジでゾゾゾなんだけど、ふーちゃんはチンがあるからさ、前日の夜ご飯に一緒に作って冷蔵庫入れといて朝米詰めるだけでいいんやけど、りゅうちゃんは多分さ、高校ってなるとないっしょチンが。だから朝からさ、そんな作んの大変だな。でもメルチは自分が高校行ってた時はコンビニ弁当を買ってたけど、コンビニ弁当、うん、コンビニでパンとかさ、そういうコンビニのものが好きだったから買ってたんだけどね。いや、ラーメン先やろうか。ゆうちゃん、何あいつ寝とんの？りゅうちゃん！ボン！あたた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 、あーやばい、もっと入れてもよかったかも。なんかさ、深いカップに入れてもさ、あまりがあるんだよね。やばい、間に合うか。なんか先週もさ、こうやってぶっ続けで塾の日があって弁当作ったんだけど、まあぎりぎりだったよな。てか、なんなら出てくる時間に作り終わった。これはうずらの皮を剥くためにシンク。マジさ、2つしかコンロないの超不便じゃない？メロってさ、実家がさ三つ口コンロだったからさ、なんか温めながらここでこうやってできたんだけど、3つあったものが2つになると不便だよね。このフライパンさ、この間紹介した買い替えのめちゃめちゃいいよ。これが入れやすい、このクイッてやるやつ。ごちそうさまでした。はい、歯磨きしない？歯磨き準備してよ。これはエビとブロッコリーのなんか塩あんかけみたいな。なんかとろみがつく前に水分切っちゃった。ついてる系で、できればサーモスでいいんだよね。いいのがもうね、これ以外のお弁当箱だったらね、こんななんかいかつい 1.5 リットルぐらいの水筒って聞きたくなるぐらいさ、でかいさ、入んないかも。うずらの卵ちゃんはベーコンで巻いてチーズ乗せてコースターでチンってするだけなんだけどさ、ベーコンのさサイズそのまま使っちゃうとさ、まあまあさ深い感じになっちゃうからさ、ちょっとだけさ下切るんだよね。いや、もったいないけどね、なんか卵の大きさにね合わないんだよね。で、このベーコンちゃん後で何かに使えないかなと思って残すんだけど、何にも使えず、いつもはなんかお弁当作ってるとさ、毎日作ってたらそんなことないかもしれないけど、こうたまに弁当を作る感じだったらさ、ちょっとちょっと使いたい時ってまあまあさ、もったいなくない？リュウとか姫がさ保育園の時はさ、よくさキャラ弁を作ってたわけで、キャラ弁ってさ、ほんとさ素材の無駄遣いって感じでさ、チーズをちょっとだけとかそういう感じで使うの。でもさ、次の日も弁当だったらそのままその切れ端残しといてさ、はい次の日も欲しいとかするけど、ほんとこれでなんかこの丸だけ使って、まあと余りみたいな、そういう時ね、もう使いようがないからさ、他にまあもったいなかったな。でこれをね、ベーコンでぐるぐるってうずらちゃん巻いて、溶けるチーズ乗せてトースターでチン。はい、じゃあこれいいでしょ。でちょっと時間がなさすぎて一旦切ったんだけど、まあこの子とこれこんな感じです。やばいよー、やばいよー。ふりかけいる？大丈夫な、ハスプレいる？卵焼きちょっといいかな。祭り嬉しいね。今日は何の教科？全教科？新教科。りゅうちゃん今塾ではないな。
美味しいやけど。なんなん筋トレにハマっとんの？ハマってはないよ。こう痩せたいな。この音はちょっとやばいな。ああ、ママもダイエットしとるよ。仲間やな。永遠の18やからまだあのこれ成長中、成長期、はい、今いい感じ36分7分、うん、いってらっしゃい、大好き。はい、りゅうちゃんを無事送っていったんで帰ります。であとは今日ひめちゃん夜塾なんで、また夜な、もう一回塾にな行かなあかん。ひめちゃんは行かんけど。でも今日ひめちゃんが夜塾やから、塾行く前にご飯とお風呂をね済ませて行くから、6時ぐらいまでには夕ご飯を作り終わらんとあかんのよね。はい、帰宅いたしましたので、お姫様のね、ご飯を作りたいと思いますわ。お姫ちゃんのご飯は、ローストビーフサンドをね、作ってみようと思って、このクロワッサン、こういうクロワッサンをね、買ってきてあるんで、ただ、これが、賞味期限が、今日までなんよ。だから、目をつむ食べちゃおうかな、ダイエット中なんだけど。っていうかさ、やつダイエット中とか言いながら、最近の自分的プチブームが、お取り寄せデザートなんですよ。最近すごいお取り寄せデザート、お取り寄せにハマっとって、マカロンとかさ、そういうのをね、取り寄せては食べ、取り寄せては食べ。全然ダイエットじゃねえよ。そういうこともあるある。この感じ初めて作ってみるんやけど、うまくいくかな。ちょっとだけトースターで焼くわ。ちょっとなんかサクっていう食感が欲しい。なんかあんまりベタベタやとパンがふにゃふにゃになるとあかんで、水分を失礼。でもあんまり焼きすぎると焦げる。やめて。レタスとね、ローストビーフの切れ落とし。ひー、うまそう。よし、食べて。この微妙に残ったやつはね、夜ご飯に使おう。ちょっとお姫様に持ってくわ。お姫様。いただきます。かわいい。レタスついとるよ口に。あ、なくなった。めっちゃ美味しい。食べた？食べたよ。食べた？うん、味見してみた。いい感じ。最高。最高。うーん、まひめちゃんは欲張りさんやから3つ作ったよ。最高。最高。お腹いっぱいになるかな。いや、3つあるで。もいちゃんはママ好き。あ、そうや、好きな。
そうなの。ママのこと好きって聞くと好き好きって舐めてくれるの。にゃーおいちゃん、にゃーおいちゃん、じゃあママ好き、ママ好きなの分かっちゃるよ、ママも大好き。じゃあ言え、うん、びっくりしやな、おもちゃん、じゃんけんぽん、おもちゃんの勝ち、えいえいえい、おーりこちゃんじゃない、りこや、おもちひめちゃんまだかな、ひめちゃん待ってるのにな、おいしょいな、ひめちゃんの先ご飯食べてたよ、もう食べ終わってるのはさすがにな、どう、おもちゃん、ママのこと大かなんかと間違えてない、ほら魔法の言葉を言うのよ姫ちゃん。もう察しとる、おじゃん、おじゃん、散歩行く、散歩行く、おじゃん、散歩行く、おじゃん、散歩行くか、おじゃん、それがいい、運動になっとんのちゃん、おもちゃんな、そんなんやからいつも散歩前に疲れるんやに、おもちゃん、シャンプー行くの、シャンプー行くの、行くの、おもちゃん、イエーイ。っていう時は1回分のね牛乳の量をね減らして足して2回分になるぐらいの量をあげてます。あーいいな、うちいいな、とりあえず先に洗濯物をね取り込みます。でこの洗濯物を取り込んだ後におもちゃをねお風呂に入れます。ちなみにどうやろ、数ヶ月前ぐらいからかな、なんか夜うちら4人がおるときは洗濯はじゃんけんで負けた人とかじゃんけんで勝った人とかそういうルールでね洗濯を干すようになりました。なんか例えば姫とか龍が塾で夜おらんとかやったら、まあ、メロチがやったりブーちゃんがやったりするんやけど、龍も姫も夜揃っとるときはご飯のときに決めます、誰が洗濯を干すか。でな、それでリュウちゃんが干した日にマジでめっちゃ面白かった洗濯の干し方があったんやけど、写真撮ったから見て、こんな感じ。もうさ、めっちゃおもろない、干し方強引やなと思って、リュウになんでこんな干し方になったのめっちゃおもろいやんって言ったら、だって姫が服裏返し脱いであったからそのまま干したったってめっちゃおもろい、雑さ加減がね。ほいちゃん、お風呂入ろっか。ほいちゃん、ほいちゃん、お風呂入ろっか。
あもいちゃん、お風呂入ろっか。もいちゃん、お風呂入るよ。お風呂入ろっか。なんでな、お風呂好きやん。お風呂入ろっか。なんでな、おもいちゃんどうした。おもはお風呂好きやろ。お風呂入ろ。もう私ちゃん、洋服脱ぐの嫌なの。いつも自分から脱いでる。ああ、恥ずかしい、恥ずかんぼ、おもちゃん恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい。お風呂行こうか。あれ、お風呂行こう。行こう。どうした。お風呂行こうか。今乗り気じゃないんかな。お風呂行こうか。お風呂、お風呂、お風呂でね。じゃあ、かっこいいね。かっこいい。ちっちゃくなったよ。ちっちゃくなったよ、おもちゃん。よいしょ。あー、おもちゃん、お風呂浸かるか。おもちゃん、行くよ。よし、行くよ。行く。降りて、降りて。大丈夫、大丈夫。深くないよ。かわいい。あー、ついた。大丈夫でしょ、おもちゃん。みーちゃん大丈夫でしょ。浅いでしょ。よいしょー、いいねー。みーちゃんいいねー。みーちゃん。お風呂、お風呂。おみしのお風呂。おめめもきれ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 。よいしょー。みーちゃんの体あるときは、こちらの。ネットとおばちゃんのシャンプーはこちら。あれ誰。おばちゃん、どちらさんですか。はい、じゃあお体がキレキですよね、おばちゃん。じゃあこれをね、ちょっともうそろそろないわね、ないわね、ない音してる。なんだいちゃん、おじこじゃんやんの。
なんかトリマーの教科書には一部分ずつ乾かすみたいな、部分部分で乾かしていくって書いてあったけど、メロッチは完全になんか全体的にね乾かしてた方がやりやすいから、全体的に乾かしてます。そしてこのねスリッカーで研ぎながら乾かすみたいな書いてあったけど、メロッチはある程度こうやって水分飛ばして半乾きぐらいになってから使います。マジさ、トリマーさんがさ使ったら、大きいさドライヤーあるやん、あのドライヤーさ10万ぐらいするんやけど、欲しいなと思ってさ買おうかどうか悩んで、早い1年、もう結構な2週間に1回って頻繁なんよな。こないだ風呂入れたばっかりやん、もうお風呂の日みたいな。なあ、あとコバエ対策に言っとくと、本来は固定するんやけど、これでこの固定しとることを忘れてメロス結構集中しちゃうタイプなんで、なんかそれでグイってしちゃっておもちゃの首を絞めそうになってしまったことがあって、まあおももこっからは降りへんから、基本的にメロス横におるからのでやってないだけ。さすがになんかで離れやなあかんときはやるけど、基本こうやっておるからやってない。よし、一回チェック。全体的にね乾いたかなってあったら、濡れとるとこがねないかチェックをして。あ、そうや、これからお家でねワンちゃんお風呂に入れようかなって思ってる方、これワンちゃんって人間よりもすごくね皮膚が弱いらしいんで、しっかりね乾かさないといけないらしいんですが、結構ねこの脇の下とか肉球、あと耳の後ろ、こういうね関節とかね、あとはまあこのほんと奥っちょとかね、割と乾かし残しがあるんで、そういうとこ注意してね。皮膚の病気になるといけないんで、半乾きにしとくとね。やっぱポメラニアンとかは大変なんよ、乾かすの。しっかりね、乾かすのに25分ぐらいかかるわけやからね。大変やから、まあある程度乾いたら、ほっといたら乾くやろみたいな感じでおったら、そういう皮膚の病気になってしまうといけないから、しっかり乾かしてね。よかった？おもちちゃん。ストップした。はい、オッケーだね、おもいちゃん。かわいたね。やばい、めっちゃさ、すごいね、毛が。こんなに抜けましたよ、おもいちゃん。こんなに抜けました。はい、ではでは、今からこれをしてもらって、尻の毛をね、少しだけカットしますよ。おもちゃんはね、普段おむつしてるんで、あんまり長いとね、もし、うんちとかついちゃった時に洗うのが大変なんで、お尻周りか短くしております。そういえばトリマーさんの資格どうなったのって思ってる方もねいらっしゃると思うんですが、ちょっと現状報告としては、基礎が終わった時点からなんかねちゃうなって思い出してすごいさ、プードルのさカットをさ教えてくるやん。メロッチが別にプードルのカットを覚えたいわけじゃないんよと思って、なんかまあそれが基本なんやろうけど、知らんけど、なんかメロッチはおもちゃんを綺麗に切りたいだけであって、プードルはこの傾斜でこう入れて、なんかここの顔のとこはこうやって入れてみたいな、何度でとかさ別に覚える必要ないんよな。暇やったらいいんやけど、忙しいから、なんかそういうのを覚えとる時間、もったいないなって思ってしまって。なんか自分が勉強したいこととちょっとちゃうなみたいな。プラス、忙しいのもあるよ。忙しくて、なかなかこうゆっくりね、テレビの前に座って、本開いて、鉛筆持って勉強しとるっていう暇がないのも、まああるんやけど、それが自分が勉強したいことやったら、多分どん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 進むんやろうけど、プードルのカットの仕方。興味ないしなと思ってさ、だからその辺で心折れちゃったメロチって何でもなやってみるんやけどな、ちゃうなって思うとな結構折れるんよな。そしてメロチはね気づいたの、ちょっとねこのセンスはねないなって
どうしたもんかね。今はちょっとね、手話の勉強にハマってるから、ちょっと今トリマーさんの仕事じゃないや、資格を取るっていうのはね、ちょっと後回しの。でもなんか割とさ、いい値段払ってさ、教材とかさ買ったから、もうそのまま放置すんのはまあもったいないっちゃもったいないからな。せっかくやったんやし、気が向いたらまた再開しよっかなって思いつつ、家事しながら、主の面倒を見ながら、子供の面倒を見ながら、仕事しながら、資格なんて無理。そんな時間ないわ、君たち。まあでも基礎さえ分かっとけば大丈夫大丈夫。ねえ、もうだいたいおもちゃんをお風呂入れるっていう日は、まあ、お風呂の準備をします。そしてお風呂に入れます、乾かします、カットします。これ大体ね、2時間ぐらいあればって感じ。最後の片付けまで含めね。この後掃除かけたりとか、なんかお風呂もさ、今日は姫が追ってくれたで、姫ドライヤーちょっと最初やっといてもらったけど、いつもはこうやって終わった後にお風呂掃除したりとかするので、大体2時間くらいかな。このトリミングのさ、勉強しだしてから、人んちのさ、ワンちゃんのさ、足の裏のこの毛がすんげー気になるの。毛めっちゃ伸びとるやん、切ったらんのかなって、すっごい気になっちゃう。はい、気持ちいい。 OK でございますよ。終わりましたよ。はい、ワンちゃん、ワンちゃん、あれ回線やったからご褒美のシャシャミ、シャシャミよ。はい、ご褒美のシャシャミよ。おいしい。じゃん、あれなんだ。例の物ですよ、例の物。最近ハマってるお取り寄せデザートですよ。知ってる？マカプレッソっていうのかな。姫ちゃんがここのね、チョコを気に入ったから、ママチョコばっかで買ってって言うからさ、今回はチョコばっかのマカロン。これは姫ちゃん。下の段はね、じゃん、マカロンのラスク。これめっちゃ美味しいの。だから10個セットのやつ買った。じゃあさっきさ、冷凍で届いたんだけど食べれるかな。こんな感じで入ってる。うーん、うまい。もうな、一袋余裕でペロやで。姫、もうプリンチョコ食べ、今プリンチョコ食べとる。早飲み込め。おいしい。開けて。うん。開けられこい怖いからよ。うん。とりあえず、冷蔵庫に入れて、ちょっと解凍した方がいいで。うん。召し上がる前日に冷凍庫で解凍することをお勧めします。まあ、明日には食べれるよ。入れとくで。これケーキ .jp でも売っとるし、メロチは楽天で買った。これ2回目、リピなんやけど、1回目買った時はケーキ .jp で買って、今回は楽天で買った。うん。あ、じゃあ、チグです。ほんまにどうしよう。作ったの、おもちゃのアクスタ。見せたい、ぜひ。夜中にひっそりとさ。うちそういうの結構なんで。1日密着前半はここまで、後半はまた更新するから見てね。ということで、よかったらチャンネル登録と高評価よろよろ。バイバーイ。